がってる。いけたかな。これはローゼのヘアピンです。こんばんは。あ、こんにちは。かまだインターネットサイン会第2部です。夏が来たからのサイン会になります。皆さんご応募ありがとうございます。こちらのね方に眩しそうな顔してる私です。書かせていただきます。よろしくお願いします。では早速、漆黒さんありがとう。やば、漢字むずい。なんか、あっちの方にしろ。漆黒さんありがとう。漢字のお勉強です。だって全力の鈴木コール待ってます。かけてるかな漢字。ありがとう。みつき、コメントないよ。でもありがとう。よっしゃ行くぞ。ありがとう。待機列一生並んでるんだけど、そろそろ呼び出しかかりそうな感じで、来週から進みますから、まだまだ長いですよ。待っててちゃんと。ありがとう。みく、ありがとう。最近人のこと気になってます。今から押しても全然まだ間に合う。待ってますね。ありがとう。 GP ありがとう。鈴木のことしか考えられないんです。早く会って愛を伝えたい。全力の愛を伝えてください。じゃあ会った時は期待してるね。高谷ありがとう。コメントないように溢れてたけど、やっと初サイン。コメントあるよー。ありがとう。嬉しいよ、コメント。あかりちゃんありがとう。久しぶりのサイン。こちらゴーさんありがとう。ぜひいっぱい持ち歩いてください。いろんなとこ連れてってあげて。あすかありがとう。かわいいひとみちゃん、ずっと応援してるよ。愛に行きますね。だって全力で待ってます。ありがとう。サオリありがとう。やっと当たった。パワーをいただいてますので、パワー送りますね。ともかちゃんありがとう。ツアー可愛かった。嬉しい。なんかさ、最初の衣装がメンカラー衣装めっちゃ可愛いですよね。全部可愛いけど、ありがとうね。ジャスミンちゃんありがとう。鈴木ときなこが生きがい。これからも仲良くして。そっかそっか、きなこから得られるものがあるんですね。ありがとう。ゆうありがとう。存在が生きがいです。だってずっとずっと追いかけてね、どこまでも。ありがとう。8月は気持ち。ゆうよさん誰ですか。8月は気持ちゆうよさん。あ、この夏もすごい幸せだった。あちちあちだったね。ひとみちゃん大好き。ダサくならないように言ってくださいね、ちゃんと。ありがとう。8月気持ち言ってね。ふたばありがとう。春夏秋冬大好きだけど、夏のひーちゃん大好きだって。嬉しい。夏の鈴木です。どうですか。ありがとう。しだしだありがとう。体調には気をつけていかないじゃん。楽しみ。でもちょうど良さそうな季節じゃないですか。秋だからね。アイデンありがとう。熱中症気をつけて。本当によ。突然やられますからね、暑さには。本当にならないと思ってても。コーラ飲むんだよみんな。
あわゆき、ありがとう。動け動け唇、たった二文字のフレーズが本当にそう、わかる、わかる、その気持ち。たった二文字だから、みんな言って。おじいさん、ありがとう。予言なのですが、当日の鈴木さん絶対可愛いと思うんですよ。画面の前で可愛すぎて机叩いてる。どう、叩いてますか、ちゃんと。ありがとう。可愛いですか。さゆちゃん、コメントないよ。コメントないよ。じー。ありがとう。あー、まさコメントない。ユーマン、コメントないよー。じー。ありがとう。またコメントない。りんたろー、なに、そういうゲーム。じー。ありがとう。もえかちゃん、ありがとう。ハーフツイン好きだって。ちょうどハーフツインだよ、生ショー。やったね、嬉しい。ハーフツイン好評で嬉しい。ゆうや、メッセージ忘れずに書く。忘れてんのよ、だから。忘れてんのよ、メッセージ忘れずに書くのを忘れてんのよ。何バーン、ありがとう。私服の鈴木さん好きすぎて、あ、こちらですよ、私服パートの鈴木さん。まあ普段はこんなピンクなこと、まあなくはないか。可愛かった、私服めちゃめちゃ。佐藤ちゃん、好きだよ、大好きだよ。だって必ずも大好き。泣いてやんの。大好きで泣いてやんの。ありがとう。ミク、コメントないです。はい、コメントない。はい、じー、コメントない。ありがとう。月、ありがとう。片思い、この後で完結。あ、もう両思い、こっくの通り。結婚待機列並んでるもんね。ありがとう。またコメントない、たくま。はい、たくま、コメントない、たくまでーす。はい、あなたですか、たくま。ゆかりちゃん、ありがとう。夏が来たから来たもん。こちらこそ、夏来ちゃって、うちらの夏来ちゃって、ありがとう。あ、コメントなかったら明日のお話会頼みますよ。じゃないとドアップになっちゃうんだから。ゆうや、ありがとう。そろそろ疲れてきたやろうから人笑い。ひーちゃんの座右の銘は何。俺は左 1.5 右 1.0 で、それ左右の銘やないかい。あー、ちょっとおもろい。笑わせてくれようとしたんだ、私のこと。ありがとう。確かにまだ序盤でもさ、ここに豆がいいのよ。見てこの豆、誰か食べる豆。ありがとう。レイ、ありがとう。お、キュース、誕生日あるの、お祝いさせてください。ありがとう。みんなの誕生日をキラキラなものに。なに、ひーちゃんだって。お揃いじゃん、名前。名前とか覚えてもらえるように。あ、名前も覚えました、ひーちゃん。お揃い、ひーちゃん。昴生、ありがとう。これからも大好きです。キューチュー、ありがキューチュー。助かる。ケイナちゃん、ありがとう。お祭りで好きな食べ物はあんず飴。何色の浴衣が着たい、白か水色かな。結構最近水色好きで、白もやっぱ好きですね。白い浴衣ってかわいい、レースの。トキタ、ユウヤ、ユウヤ、ありがとう。君にこの夏恋をしたし、好きじゃないって思っても夏が来たから結局君のことが好き。すごい完璧な流れしてますやん。いいね、ありがとう。そういう流れがあるのね。マリモ、コメントないです。はい、もう私の顔がだんだんマリモに見えてくる。マリモに見えてくる。マリモに見えてくる。
お腹ポンポン、ありがとう。明日オンライン講義でメガネかけてもいいですか？え、もちろん。あ、ひーちゃんはって書いてある。私がかけるってことですか？私はかけないです。私はメガネかけると目がちっちゃくなります。度が強すぎて。だってメガネどこ行ったかな。もあちゃん、ひーちゃんラブーだって。ありがラブー、嬉しいラブー。まゆありがとう。ハーフツインがドストライクだって。ハーフツインです、やったね。ちょうどハーフツインです、ありがとう。よし、最近沼にハマりましただって。たくさん思い出作ろう、嬉しい。作りたいって思い出いっぱい、濃い思い出できると思うから、待ってるね。あ、ケイスケコメントないです。はい、もうこのまんま横に通過してっちゃって。ありがとう。じー、変更のボタン押し忘れた。本当に？なんだろう。ねねちゃんありがとう。僕ら二人は予感だらけってたから、いきなりアップで心臓止まるぐらい。あれね、すごいね、カメラさんがすごいアップに来たり引いたりアップに来たりしてて、すごいね、カメラと友達になることが大事だと思いました。みずきありがとう。ひーちゃん飲みすぎて夏よりあちあちで困ってるよだって。お話し会待ってるよ、あちあちな夏過ごそう。ありがとう。みさび、またコメントない人現る。じゃあ問題です、ここはどこでしょう。正解は鈴木の左腕です。もうなぞなぞしちゃうんだから。れなちゃんありがとう。パワーを礼した時のパフパフがめっちゃ好き。ありがとう、パフパフ。ありがとうだよ、パフパフ。あ、またコメントない。たっくん、はい、たっくんです、コメントない。じゃあ問題です、ここはどこでしょう。正解は鈴木のあーご。みさきありがとう。ポニーテールに大きいリボン、かわいいだって。そうなんですよ、どれかリボンなんですよ。ありがとうね、ライブの時見つけやすいでしょ。しきくんありがとう。はじめましてペコリン、嬉しい。アイドルの中で一番お顔がかわいいと思ってるだって。夏みんだけの犬より、夏みんだけの犬ってどういうこと。夏みんが飼ってるって猫じゃないんですか。ありがとう。犬ミノルありがとう。エブリンのモデルありがとう。夢が一つ一つ叶ってきたねだって。諦めたらそこで試合終了、本当だよ。頑張ってくよ鈴木ひとみ23歳頑張る。大輝ありがとう。初サインありがとうね、いつもショール見てくれてるみたい。キャッ、ここしか映ってないのにありがとう。ここしか映ってない、いつもこうですから。今日は全顔、珍しい。たくみありがとう。ソフトクリーム食べるひーちゃんの笑顔が、いやあれめっちゃ美味しかったんだって、あのソフトクリーム。本当にあの夏に食べるあのアイスじゃない、ソフトクリーム、これ結構絶品です、試してみて。はるなちゃんありがとう。兄ちゃんのおかげで頑張ってお仕事できてる、えらい。もうねえらいんですよ、出社するのがえらいです。まずえらすぎます、えらい。さくちゃん、ひーちゃんしか見えないって。本当に今度眼球覗かせてもらいますね、確認。ありがとう。朝日、銀河一かわいいです。宇宙と銀河ってどっちが、あ待って、銀河の方がちっちゃい。宇宙一目指そう、
目指そう。ありがとう、嬉しい。銀河も広いですけどね。キズナくん、ありがとう。夏希と発売おめでとうございます。まだや。あと2週間くらいかな。でも2週間ないや。もうついに発売です。まあまだまだ夏は続けますから。暑いもん。カジュありがとう。ガチで自慢の推しだよ。だってずっとあなたの味方だし。大好き。ラムチ、ラムチ、あなたの味方、アーシの味方なの。助かっちゃうな。ありがとう、でけえ愛。ゆさちゃんありがとう。はつさんありがとうね。圧で押しつぶされたい。はーい、落ちつぶしてみました。ありがとう。さとまるありがとう。東京のソロ聞きながら号泣してました。本当にもう震えちゃって緊張して、でもみんながよかったって言ってくれて、よかった。よかった。ありがとうね。本当にもう震えすぎて、もうカメラとペンライトの光しか見えなかった。ふみふみありがとう。初めてお話ししてから2年が経ちました。だって、うちうちのアイドルをする僕、うちうちの幸せ者。まあそんな言ってくれるの。いつもありがとう。ほのぼのしたお話し会楽しいよ。いつもありがとう。まーい、初めてコンサート行きました。だってどう、また来てくれるの。待ってるよ鈴木サービー。萌えちゃん、予感のライブで初めて見た。嬉しい。私のヒロインはひーちゃんだけ。本当にありがとう。嬉しい。りなちゃん、役割でひーちゃん推しになった。鈴木しかですか。眼球磨いてこう。ありがとう。まさとくんありがとう。これを読んでるって言った方、僕は今ホテルの屋上のビアガーデンでビールを片手に柔らかいお肉を頬張っている。ずるすぎる。それ私がやるあのやつなんですけど、場所変わってもらっていいですか。今すぐここに来てサインを書いて。ラビありがとう。あら仕事なのか。えらい。愛はしますで届けに来てね。ありがとう。そっちゃんありがとう。向こうにも通所会もありがとうね。キューズヒットしますよね。ヒット祈願しないと。何する、スカイダイビングでもしちゃう。私結構空飛んでみたい。結構ママありがとう。夏はずっとひーちゃんと一緒。秋も冬もだけどね。何言ってんの、一生一緒だから。ありがとう。あ、やばい、ウーバーから通知来た。ウーバーからキャンペーンだって。惑わされないよ。あかねちゃんありがとう。1枚は持ち歩きを、1枚は保存用にして、あ、1部と2部でどっちが保存用になるのでしょうか。ありがとう。リーコロありがとう。ひーちゃん大好きだって。ありがとうね。ありがとう。大好きでいて一緒。バイバイ。みやんありがとう。きなこ大好きだ。私はだから、私はどうなの。きなこ今冷房ついた部屋で寝てますよ。すやすや。おねんねよ。お昼まで私と一緒にベッドで寝てた。さとねこありがとう。さあ、栃木公園で初めての意味のライブに行き、嬉しい。ひーちゃんのファンになりました。だって鈴木しか見えないですか。ひーめよー。ありがとう。さとる結婚してください。あ、どうぞ。あの待機列、結構待機列の最後尾に行くまでに結構時間がかかるんですけど、まあ頑張ってれば着くので頑張ってください。結構待機列。ももかちゃんありがとう。また宝物が入った。嬉しい。宝物箱に入れてね。
ありがとう。宝物箱。ソーニー、横アリ近くで見れたけど、現実に存在するんだって。地に足つけて生きてますわ。暑さやられながらちゃんと同じ空間で生きてますよ。ありがとう。みくちゃん、夏が来たね。だって、いや本当に夏すぎる。プールに飛び込むか迷った、今日来る前に。暑すぎて、なんか私が小さい頃に暑かった暑いとはなんかレベルが違うんだよね。私が大人になる頃には多分燃えてると思う、地面が。ちーちゃん、ありがとう。そろそろ結婚してくださいだって。あ、でも待機室があちらの結構奥の方にあるので、あの頑張って並んで、根気強く並んでいただいてもよろしい。大好き丸、ありがとう。サインありがとう丸。いいや丸。かき氷やスイカ割りなど夏を楽しみましょう。いやスイカ割りしたいけどさ、一人でスイカ割りしてたら結構さ、なんかあったみたいな言われちゃいそうだから遠慮しとく。一人でって言ってたら、なんかあったって言われちゃう。りょうくん、ありがとう。鈴木が好きな夏来たからのひーちゃんも、夏が来たからのひーちゃんも可愛すぎる。ありがとう。鈴木好きだ。ありがとう。みずきちゃん、みずきコメントないよっていうコメントがある。遊ばれてる子で手のひらで転がされてますね。ありがとう。配信で、でもさ、割ったスイカ一人で食べる、まあ前向きに検討しとくね。スイカ割りね、オッケー。いや机が壊れるやろ。リムちゃん、ありがとう。ハーフツインポニーテールだったり、可愛いスタンが詰まって嬉しい。こちらはハーフツイン鈴木です。見納めください。ありがとう。みずきちゃん、ありがとう。きーちゃんが青春そのものだよ。だって私もみんなと過ごすこのノイミーが青春そのものです。私の学生時代の青春分を青春してるわ。以上がそれの5倍ぐらい青春してるね。大してね、青春らしいことね、まあタピオカを飲んだね放課後に。しーちゃん、青のデニム衣装似合ってるよって、ありがとう。そうな、私あれ3枚着てるんですよ。からめちゃめちゃベリベリホット。めっちゃ可愛い。ワン下とワンピースとジャケットと、あ、ワンピースじゃないか、ワンピースかと、ジャケットとワンピースかを着てるから、めっちゃね布を重ねてます。よしあき、ありがとね。最近なんかよく怒られてましたって。それはそれもまた愛ってことで許してちょ。はるかちゃん、ありがとう。初めて当たった、ありがとうね。憧れの女の子やって。よし、私はね女の子の憧れになれるようにね日々生きてますので、ありがとうございます。はるかちゃん、ありがとう。来月オンライン話し会楽しみにしてる。これからきっといっぱいあるから、いっぱい話しようね。しんご、ありがとう。サイン会ありがとうね。最近しんちゃんが気になってるのでお話し会においでー、おいでー、手招き待ってるよー。はーちちゃん、ありがとね。ひーちゃん、明日から初めての経験たくさんしてる。私もノイミーに入ってからの経験は初めてばっかりですよ。いっぱいありがとね。一緒に成長していくんだ。さっきちゃん、ありがとう。栃木で一目惚れして沼りました。嬉しいな。結構つらうねっていう方多いんだ。いっぱいこれから思い出作ろうね。待ってるよ。ありがとう。リーナベル、ありがとう。夏で完結しない、ずっと大好き、一生大好きでいてね、ありがとう。よし、一旦お茶を飲む。この空き時間にカレーパンを食べたんですよ。そしたら麦茶がこんな減った。
順調そう。今日ね、あらかじめサインを書いといたんですよ。そう、なんかめっちゃやばい話聞いてほしくて、いや、なんか友達と話すノリでさ、やばい話聞いてほしいとか言ってすいません。あのさ、さっきサインを書くものがあってね、あのこれとは別にね、サインを書くものがあって結構大きめに書いてたの。そしたらサインの元が分からなくて、分からない、サインが書けなくなってたんですよ。やばくない、やばくない、サイン変えようかな。え、じゃあ本当になんかサイン元のもうこのサインに変えようって言ってた初期のサインが書けなくなってて、なんかみたいな。え、サイン変えようかな。原型とどめてないって言ってたんだけど、原型が分からなくなってたの。写真集の時原型とどめてない、あそこからどんどん原型時間なくなってって、今も多分でもかろうじて H と S は分かるんです。瞳と S、 鈴木の HS ってことなんですよ。ただ本当はね、この間に多分瞳が入ってるんですけど、瞳が書けなくなっちゃって、サイン変えようかな。本当に助けてほしい。なんかもう手が分からないよーって言ってた。うん、これもサイン、これもサインですよ。鈴木が一枚一枚書いたよ、全部書いてある。ほら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 、いやーちょっとむずいですね。どなたかサインいい案あったら教えてください。え、何でもいい、一直線でもいいし、やばい。一直、いろんな一直線書こうかな。写真見たい。あとこれくらい。うーん。鈴木とかの方がいいのかな。ピカピカのお目目を描きましょう。やだー、え、悩んでる。今考え、今、今いいや浮かばないかなみたいな。本当は筆記体が良くてこれにしたんですよ。だけどむずいわ筆記体。サイン会中にサイン考えて、本当だよね。そうそう、始めるか。何の時間？え、休憩です。休憩です。休憩の時間です。手の休憩の時間です。口は休憩してない。え、多分いいペースだと思うんだよね。だから喋ってても遅れないはず。そう、今日の服は夏です。これ2回目ね、夏です。じゃあここがちらっとお肌見せなんです。まあ見せないけど。そう、ネックレスもつけて、ヘアピンもネックレスに合わせてキラキラにして、指輪300円。ですね。テーマは、夏のレリー。まあレリーはこうやってきっと言わないんですよね。よし、では続きまして書かせていただきますね。ここからも行きます。
がとう。あ、間違ってるペンが。出会って1年経ちました。生遊び心地最高。ブレーキはずっと効かない。そうだよ、ブレーキ止まらないですから。もう今急加速だよ。ありがとう、1年経ったんだ。みかちゃんありがとう、ずっと大好き、ラブ。私もラブ、ありがとう。そらら、ありがとう。コメントないよとは言わせなかったよって。個人的にまだ夏始まってない。嘘やん、もう結構後半に差し掛かってますけど、もしかして時空歪んでる。でもいいね、今から夏過ごすの。コさんありがとう。ライブでプリキュラ飲んでマーが減ってきて寂しいですが泣いちゃった。いつかまた歌いますね。歌いますねとかって一人で歌い出しちゃったらどうしよう、気まずい。ありがとう。えいちろう、コメントないですね。はい、え、そのアバター何、さやさんなんだけど。プリキュラが一番好きだって。好き、ありがとう。で、コメントないです。えいちろうさんコメントない。じゃあはい、いきます。ここはどこでしょう。正解は鈴木のスカートのポッケ。シークレットありがとう。ハテサインありがとうね。いつもひそかに応援してます。堂々と応援してください、堂々と。どっと来い。カリンありがとう。夏の思い出いっぱい増えますように。夏の思い出作り放題ですから、いっぱい作ろう。ありがとう。はるかありがとう。お仕事が再開しますが、そっか、お盆がもう開けるのね。コーラお裾分けだって。あ、ちょうど明日箱が届くって言ってた。コーラの24本の、だからちょっとだけお裾分けするね。かよちゃんありがとう。夏の瞳が好き。うん、夏の瞳も、何このさ、絵文字を、絵文字さ、見えんって、ちょっと見てほしい。絵文字見えんって、これ、何むずい。ありがとう。もみくん、ありがとう。ごきげんよう。わ、ツアー4会場も来てくれたの？地元が九州なので。九州めちゃめちゃ満足すぎるくらいに堪能させてもらいました。ありがとうございます。本当にりょうたコメントないですね。はい、じゃあいきます。ここは何でしょう。なんだこれ、これなんだ。鈴木の右手。ありがとう。ムナズありがとう。サイン久々？久々にお家に行かせていただきます。お邪魔しますね。ありがとう。ゆうかちゃんコメントないです。はい、ゆうかちゃんコメントないです。ここはどこでしょうか。鈴木の右肩の髪の毛。ななちゃんありがとう。ジャケットのシルバーピ、あれめっちゃ眩しそうな顔しちゃった。ボロ負けでのとこ好きだって。ボロ負けで、私もお気に入り。ルタが好きだじゃ、うん。言うのが難かった。ありがとう。あ、ルタが、ルタが、うん、なんでもない。セリフがさ、すごい会場に響き渡るじゃん。ちょっと恥ずかしくなってきちゃった最近。そう、まなちゃんありがとう。夏嫌いだけどコミックのおかげで好きになりそう。それは何より夏楽しいこといっぱいしよう。さあもっと好きになるかも。グーフィーありがとう。沖縄でおじはになれますように。沖縄行ったら海ぶどうが食べたいです、いっぱい。でも前日に食べたらむくむので終わってから。りなちありがとう。でっかい愛伝われだって。受け取った、ありがとうね。嬉しい。あぐちゃんありがとう。今
回はとびっきり可愛いじゃん。花粉にするね、だってぜひ一番見えるところに飾ってください。玄関とか。みちひろありがとう。笑顔と歌声で元気もらってます。嬉しい。歌声って言ってもらえるのとっても嬉しい。ありがとうね。いっぱい歌うよ。ちょういっしありがとう。夏 M ノットイコールミド過ごせて感激です。だってずっと過ごそう、ずっと一緒だよ。ノイミーになったらもう寝れないですから諦めて。アイミンありがとう。ニブもありがとうね。じゃあ次女神だよ。神です。ありがとう。神です。ハルずっとパン推しです。約束してね。ありがとう、一生パン推し。アラテン締め切り直前で思い出しました。だっていいのが思いつかなかったので僕にメッセージをください。今度ね。まさかの今度ね。聞きに来てくれたらまあ言ってあげなくもないけど。マサありがとう。やっと当たったのって。コメントないよってアツのように見せかけながらショールームのコメント書く時間をくれる優しさに。そんなことないよ。ありがとう。当たった。あやとありがとうね。サスコレで北海道。いや本当にマジで楽しみすぎて、カニが食べたいって言ったの私。北海道行ったらカニが食べたいです、あと味噌ラーメンと、あとあのイクラとみたいな。ねね、食べたくない。でもむくむんですよこれが。またねびっくり。かわなありがとう。コメントない。はい、コメントないの来ました。ここはどこでしょう。正解は鈴木の右脇腹。カズシー絶対結婚しない。はカタカナで読みにくくしといてしれっと結婚しないって書いてある。ああもう絶対結婚しないからね。もう知らないからね。これ書いたこと後悔した方がいいよ。知らないからね。いまりちゃんありがとう。毎日リピート中だって。君を抱きしめたいのところのひーちゃんさん嬉しい。抱きしめてー。ありがとう。ルナちゃんありがとう。ルーナツアー広島最前ありがとうね。いやめっちゃ近いんですよ。ツアーの最前めっちゃ近い。もう本当に恥ずかしいぐらい近い。やだーやだーとか言って恥ずかしいです。恋愛小説家さんありがとう。小説家はーい。ショールーム楽しみに見てます。嬉しい。あ流しそうめんガムテープのところ口を隠して食べる姿。待って、これのコメントの締め切りってそんな最近だったんですか。それにびっくりしちゃった私今。この間じゃん流しそうめんしたの私。ついこの間よ。そうなんだ、ありがとうございます。やすコメントない。はい、コメントないです。ここはどこ、あ、ちょっとわかりやすすぎるな。ここはどこでしょうか。正解はやすさんの3。2日前までか。そんなギリギリなんだ。そうなのね。たくちゃんありがとう。北海道から応援してます。ありがとう。北海道本当にあの夜景を見に行きたくて。定点カメラで見たことありますよ函館だっけ。素敵だった。マサルありがとう。沖縄行くか迷ってます。背中を押してください。えい。これでもう君は沖縄に飛んでいった。ありがとう。ソルトありがとう。仕事とか辛い時いつも励まされてます。いつでも話聞くよ。おいでね。もうよしよししてあげる。レミちゃんコメントないですね。ここはどこでしょうか。うん違う違う違う、この辺かな。あ、これ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 
右のリボン。はい、トーマスありがとう。きなこは可愛すぎる、私のボロ負け。おしわししてもいいですか。え、ダメです。ダメだよ、きなこばっかずるい。きなこ美味しい、寝てるだけなのに。でも寝てても可愛いからいいんだよな。この寝てる時のこのお目目とこのほっぺ、本当に可愛い。もっちーずありがとう。初めての応募当たってるしよ。ありがとう、鈴木から応援してくれてるの。ずっとありがとうだよ。さゆな、ありがとう。さゆな、中1の春に出て中2の夏に押し始めて高1の今も。やばい、めっちゃ長いね。ずっとありがとう。伝えられてないのやばい。気持ちは伝えなきゃ届かないです。頼みます。なゆちゃんありがとう。面接ある日など頑張らなきゃいけない日、お守りとして、え、持ってってんの。あのこれお守り代わりになるように念を込めとく。ぜひ持ち運んでください。そっか。おきちゃんありがとう。修学旅行と文化祭もね、待って、そうじゃん、文化祭もあるよ。学生だね。楽しみにしてる、ありがとう。シュン、ありがとね。沖縄楽しみすぎてウキウキしてる、ワクワクだったわ。猿じゃないです。え、沖縄行ったじゃん。何が一番思い出残ってる。あの意味の休日で思い出残ってるのはスパムおにぎりとタコライスです。食べ物食べ物。セレーナちゃんありがとう。セレーナちゃんありがとね。お、子供がいて遠征できる友達を鹿児島で連れて行くことができました。わー素敵、お友達で来てくれたんだ、ありがとう。そうだよね、お子さんいると大変だもんね、ライブとかなかなかね。リーゴとゆりありがとう。今までライブしたことがなかったのですが嬉しい、初めてハマった。だって沼ちゃい沼ちゃい、ありがとう。ジョージクリーミーありがとう。ツアーありがとうね。修学旅行も待ってます。みんな出席できますように修学旅行おサボりダメ。レオナありがとう。ボロ負けでの歌い方も映るひーちゃんも全部大好き。やっぱみんな好きなんじゃん、何よりですわ。そう、なかなかさ、あそこは B メロっていうのかな、歌うことそんなに多くないから緊張しちゃう。ちいさきんちゃんコメントない。あ、コメントない。これはどこでしょうか。正解は直社の裏側。ありがとう。かほちゃんありがとう。夏だからたくさんコーラ飲もうね。本当に本当に夏に飲むコーラはもうマジでやばい。やばい、私1日2本ぐらい飲んじゃってるもん。だからプニプニになる。ほのみんありがとう。一番 MV が出たのはひーちゃんが自転車乗ってたこと。乗れますから自転車、私ちっちゃい頃めっちゃ乗ってましたから。一回あの見かけられて恥ずかしくて乗るのやめました。恥ずかしい。ななゆきありがとう。ななゆき、ななゆきちゃん、前世の嫁ななゆきちゃんです。どういうこと。ひと太郎だった頃のこと覚えてるかな。やだー、何ひと太郎って、ちょっとどういうこと。勝手に太郎にさせられてる。太郎。あゆりちゃんありがとう。ひーちゃんみたいななんか泣いたくて嬉しい、嬉しいよ、そう言ってもらえて。私も自分磨き頑張るよ、ありがとう。りさちゃんありがとうね。ツアーありがとう。通所もお話し会もお待ちしてますよ、ありがとうね。いっぱい全力待機、大
立ち漕ぎはさすがにね、ヨタヨタしたけどね。ちさきありがとう。さあ、思い出いっぱい、愛いっぱいの季節になりますように。しようね、絶対に。まだまだ全然夏なので、いっぱい夏、愛いっぱいにしよう。タニー、コメントないよ。タニー、コメントないよ。久々にコメントないよ。睨んでるように見えてきた。睨んでるのか、眩しそう。他人コメントない。もうハッチーありがとう。会いたくてたまらないハチだよ、ありがとう。好きな気持ち対決いいよ、望むところです。ありがとうね。いちかありがとう。ポニキル見てお得になりました、嬉しい。ポニキルね、結構顔まん丸だけど、あの頃ありがとう。ライブ見てくれたのかな、ありがとうね。おのまゆちゃんありがとう。ピーちゃん見るとハートが崩れて苦しいので処方箋。まあまあ一旦落ち着いてが処方箋です。はるなちゃん、あ、今日初かも、コメント全部黒塗り。よし、うわー見えないや、見えないや、コメント残念だ残念だ。ありがとうね、全部きれいに黒塗りです。何を書いたの。リオピーありがとう。ひとみさん不足で干からびそうです。めそめそ、ほんとだよ、私も干からびちゃう。あー頼むよ、干からびちゃうよ。もうめそめそなーかペン、どうもありがとう。なくそう、一目かけなくてくれて、いやこちらこそいつも全力で踊ってくれてありがとうございます。楽しそう、いつも助かっちゃう。まなちゃんありがとう。動けたった、唇たった2文字、なんかちの2文字って何かな、気になっちゃうなってことで、まなちゃんでした。待って、コメント間違えて、私なんかちじゃないもん、こ間違って、これなんかちやったな、コメント。このままなんかちに言っとくね。動け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 、唇たった2文字、なんかちの口、なんかちの2文字は何かな。合ってる、気になっちゃうな。はい、音読するから。まあ怒ったからね。はるなちゃんありがとう。そうで、推しが2人いるとこうなります。みんなお気をつけてね。しやけんさんの白いワンピース似合ってて嬉しい。あの服もお気に入りなの、リール載せたようだから。ありがとうね。山椒ありがとう。可愛すぎて鈴木しかの気持ちで生きてます。頼みます、その気持ち大事ですから、心を強く持って。ありがとう。光ありがとうね。ひとみ、お母さんにご提案です。うちの暴れん坊猫ときなこちゃんを見合わせてくれませんか。多分きなこは無理ですから、無理です、多分きなこ持てない。うちのきなこは本当にやんちゃね。はい、りのちゃんありがとう。一番可愛いです、これまでもこれからも。でけえ愛、でかい愛、でけえ愛です。ありがとう、でっけえ愛頼みますわ。とうがくんありがとう。上半期いっぱい会えて、そっか、てかさ知ってる、あと4ヶ月で今年が終わるってみんな知らないでしょ。あと4ヶ月で今年が終わるんです。やばくない、信じられない。つまり年を越したら何が来るかって、私の誕生日が来るんですよ。でそれが終わったら夏が来て、また1年が終わるの、クリスマスが来てね。やばいね、ありがとう。のぞみちゃんありがとう。自転車乗ってるシーンがお気に入り。立ちこぎ大変だった、ヒールで、え、立ちこぎするのって思って、やばーいって言っ
ていうところを取られてました。ありがとう。ひろきラブだって。愛がラブ、ラブですね、まあ、ラブも愛も好きも、まあ、同じくらいの愛と捉えて受け止めます。ありがとうございます。ラブ。ママミョーありがとう、大好きだよだって。愛、こんなに好きって言ってもらえることなかなかですから、人生において。ありがとう、本当に私の心がニコニコになってきた。キュン、ありがとね。ニックネーム変更するの忘れました。ももキュンかと思ったわ。キュン、ありがキュン、キュンにちは。鈴葉ちゃん、ありがとう。サマステもありがとうね。サマステってさ、みんなすごいぎゅうぎゅうで見てくれてさ、暑いよね。もうめっちゃ楽しかった、本当に。ありがとう。夏って感じ、あれ、あれぞ。さやかちゃん、ありがとう。夏来たので、ひーちゃんの写真集が欠かせません。嬉しい、見てくれてるの。私も久々に見返してみようかな。わーって気持ちになるのかしら。懐かしいって。たむくん、何、咳を1回すると2キロカロリー消費するらしい。1分間で5回咳をすると10キロカロリー。そのペースで1時間咳をすれば600キロカロリー。これでダイエット、咳ダイエットするだって。やめなよー。適当で、適当なのこれ。やめなよー、もっと。やめな。いろいろやめなよ。勘弁して。星の光、ありがとう。再会ありがとね。9月10月会える、楽しみにしてます。やっぱ直接会えるのでかいですから。ありがとう。あゆかちゃん、ありがとね。ツアーありがとう。夏希ちゃんの初パフォーマンス、そうだよね、初めて MV 見て、そこで初めて見るんだもんね。わあ、でもみんななんかなぜかコールができててすごかった。舐めちゃいけない。ダリル、ありがとね。ツアーありがとう。昨日お誕生日おめでとう。パフパフ、素敵な一年にしような。ありがとう、おめでとう。リンカちゃん、ありがとう。の2年経つだって。早いね。ありがとう。これからもずっと一生ついてきてね。ありがとう。あゆな、ありがとう。大好き、ありがたこー。大好き、ありがたこー。タコって丸いから投げてるの、いつも。私が丸いから。サジオ、ありがとう。ひとみちゃんと過ごす夏が来た。そうだよ、私と過ごす夏はもうやけどしちゃうんだからね。ありがとね。夏だね。レン、ありがとう。ひとみこのこと、キンキンに冷えたコーラより大好きなので安心してください。コーラと比べないでよ。コーラは別でしょ。本当に好きなの？疑ってますからね。ちゃんと鈴木装備してください。アンリ、ありがとう。よこりさまして、こちらこそありがとうね。めっちゃ喜んでるの見えました、肉眼で。ありがとうね。ぴょんぴょんしてた。りょう、ありがとう。キュウさん、ありがとうね。夏、太陽よりも熱い声援を。ほんとに？ファイヤーじゃん、もう。口からファイヤーじゃん。熱い声援待ってますね。ありがとう。ふみたんちゃん、ありがとう。イコの衣装楽しみにしてます。ほんとに、リハの毎日にきっとなると思うんですけど、もうドキドキしちゃうよね。楽しみにしてる。コーンさん、鈴木さんの言う通り、大胆すぎる告白が言えないとボロ負けなので、ひーちゃんからの告白を待ちます。ダメです、私はダメです、しないよ。みんなの負けってことだね。やっぱり告白できないってボロ負けよ。ボロ負けでー。まさゆき、ありがとう。笑顔は世界一、いや宇宙一です。嬉しい。いつもニコニコするね。いっぱいありがとう。みく、
初めてリミスト、ありがとうね。彼氏の影響でハマって。あら、じゃあぜひご一緒に修学旅行お待ちしてます。ぜひ。いいですね。あ、待って、ラストだ、ラストなんだけどさ、コメントないんだが。よこい、コメントない。この目である。もう本当に、ラストでした。ありがとう。ということで、なんか終わりました。めっちゃ泣いたかもしれないけど、ちゃんと全部書けたはず、書き漏れはないはずです。みんなありがとう、付き合いいただき。今日はでも土曜日なんだ。今日ありがとね。ということで、皆様のお家に、私の分身が届けますので待っててくださいね。気長に気長に気長にお待ちくださいませ。分身が届けに参りますので、またサイン会あるのかな。すごい、今月サイン会がめっちゃ多い気がする。あれだよね、でこの間もあったからな。皆さんのお家に鈴木が行きますので、ぜひ可愛がってやってください。ってことで、また配信しますね。ありがとう。良い土曜日をお過ごしあれ。バイバーイ。ありがとうございました。応募してくれてありがとう。